に切り崩せ。獅子戦功。己の不運を嘆く。まだまだいけるぜ。どうしたコレット、もうごちそうさまか。調子でも悪いの？違うの、ちょっと量が多いかなって。そうか、いつもより少ないぐらいだぜ。あ、大丈夫、ちゃんと全部食べるから。あのマグニスとかいうやつ、品性のかけらも感じないね。まったくだわ、力で全てを支配しようとしている。その力も所詮はエクスフィアに頼ったものだというのに。あんなやつぶっ潰してやる。あの男にも命がある。マグニスを倒すことは一つの命を奪うことだ。じゃあパルマコスタの人たちが報復されるのを黙って見てろって言うのか。そうではない、敵を倒すということはその命を背負うということだ。それを忘れるなと言ってるのだ。命を背負うか、そうだな。俺はちょっとカッカしやすいみたいだな。気をつける。でもすぐに気づいて反省するのだからまだいいと思うわ。で、すぐ忘れちゃうんだよね。うっせい、あ、まぜっかすな。あ、いってててて。戦闘開始だね。獅子戦功。決めた。獅子戦功。ああ、この光景見たことあるぜ。イセリアだけじゃなかったんだな、人間牧場ってのは。もうマーブルさんのような犠牲者を出したくないよ。ああ、もう犠牲者はいらない。行くぜ、ジンギアス。
らいだよな。たらいだ。たらいか。わあ、面白そう。私はここで待っています。どうしたんだよ先生。別に何でもありません。面白そうですよ、乗りましょう。そうだよ。キャキャ。先生まさか水が怖いとか。キャー、楽しみと言いかけたんです。いじった。